選手一人一人は大差ないかもな。けどその一人一人が補い合って強くなる。それが俺たちのチームだ。松山、次は必ずお前に勝つ。ああ、楽しみに待ってるぜ。どうしたんだよ石田、なんか嬉しそうじゃないか。なに、高校サッカーでのいい目標が見つかったって、それだけのことさ。ふぅ、練習終わりっと。今日って午後から外出許可出てるよな。ああ、監督も奥さんへのお土産買いに行くらしいぞ。よし、じゃあ俺たちもどこかに遊びに行こうぜ。ああ、まあそりゃいいけど。お前、本当にサッカーが好きなんだな。そういや、俺も小学校の頃はドリブルしながら買い物とか行ってたな。俺もリフティングしながら階段登ったりな。あ、どうした？私服持ってきてないや。学校の制服で行けばいいじゃないか。それは着てきただろ。そんな、一人だけ制服とかかっこ悪いですよ。大丈夫だって、それより悪くなんてならないから。何？じゃあ急いで着替えていくぞ。確か。よし、なに、くそ、くぅ、ああ、
はじめましてだな、富良野の松山。小学校の大会の時から名前は知ってるけど、戦うのは初めてだもんな。あ、そうだな。花輪の立花兄弟。富良野中の売りはチームワークだって言うけど、それは地上でのこと。いかにお前たちでも俺たちの高さまではついてこられないだろう。高さなんて必要ない。俺がお前らのシュートを止めればいいだけだ。何？できるもんならやってみな。すみません、つい挑発に乗ってしまって。いいさ、お前の言う通りだ。ボールは必ずゴールマウスに来るんだからな。俺たちもできるだけ立花兄弟にチャンスは作らせないけど、もしシュートを打たれた時は頼んだぜ。はい。お前がいくら個人的に優れていようと、サッカーはコンビネーションだ。つまり日本一のコンビプレイヤーである俺たちが最強だって分からせてやるからな。それ今聞くことかよ。まあ俺たちは双子ですごく似てるからよく聞かれるんだけどよ。とりあえず今は背番号で覚えとけ。なんかこいつのペースに巻き込まれちまったな。ご覧ください、スタジアムを埋め尽くす満員の大観衆。熱戦が期待されるこの試合への注目度を物語っています。富良野対花輪、ここ埼玉ワールドスタジアムは割れんばかりの大歓声。緊張の面持ち、選手たちがこの一戦にかける思いがこちらにも伝わります。センターラインを挟んで両チーム睨み合い、開始の笛を待ちきれないといった様子。ここで両チームのスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずはホームサイド、富良野。攻守にバランスの取れたフォーメーション、キャプテン松山くんを中心に抜群のチームワークを見せる強豪です。全員一丸となって攻守に走る姿は見ていて清々しいものがあります。そしてアウェーサイド、花は攻守にバランスの取れたフォーメーション。ご存知、立花兄弟のアクロバットサッカーが何といっても見ものでしょう。双子ならではの抜群の連携プレーはどんなチームにとっても脅威です。まもなくキックオフです。試合開始です。それはっ、やった。松山君、あらわしのようなドリブル、勇ましい突破だ。くらえ、イーグルショットだ。足を張る豪華なシュートだ。吉倉君、ボールはまだ生きている。小田君、このボールを拾います。金田君、パスを出します。逆サイドにボールを振る。このパスをトラップ、渾身のシュート。力をためて強烈なシュート。ボールはまだ生きている。こぼれ球をものにした。大丸君、渾身のパスを味方に送る。激しいタックル。それ、このタックルは不発に終わります。ロングパスだ、若松くん。ロングパスを受けます。いけ。ゴールラインを越えてしまった。キーパーからのリスタートです。
フラノ、これは戦い方を変えてきたようです。ロングボールを送る、パスを受けた。ここで大きくサイドチェンジ、佐々木ロングパスを受けます。麦田君ダイレクトでパス、松山君あらわしのようなドリブル、それ篠田君ここは抜かせません。加藤君ここからチャンスを作れるか、それ本田君スライディングでカット、パスを受けた。小田君ここはパスに切り替えた、それかわして振り切った、パスを回す。相本君ここで奪った、ここでスルーパス、このタックルは不発に終わります。ドリブルでボールを運びます、激しいタックル、ここは勝負を避けた。塩田君ボールを狙うも届かない、小田君ここにかわして突破、ここからシュートに回り込む。よっくん、このシュートに反応している。こうだよ、これをトラップ、小田君ここは抜かせません。中川君クロスに合わせに行く、パスを受けた、ここは抜かせません。ドリブルを見せかけてパス、かわして振り切った、鋭いスライディング。フラノ、この作戦指示が功を奏するか、松山君タックルも決めた、痛ましい突破だ、いけ、ドリブルでボールを運ぶ、はぁ、ちょっと決まった、それはぁ、体ごとぶつかっていった、ドリブルと見せかけてパス、そうはいくか、表すようなドリブル、奪えるものか、痛ましい突破だ、いけ、イーグルキャッチだ、豪快なシュートだ、あっとこれを弾いた、かわして振り切った、中川君シュートを放った、チャートが決まった、塩田君タックルも決めた、松山君激しいタックル、パス、これは通るか、小田君これはうまく受け取った、大丸君激しいタックル、加藤君飛び越えた、敵陣へ攻め込みます、加瀬君ここは抜かせません、それフラノ、ここで作戦を変えてきました、これはチーム全員で相手ゴールを取る、並び攻撃だ、痛ましい突破だ、スライディングで止めた、高田君これは必殺のロングパスだ、さあ前半アディショナルタイム突入、できればいい流れで前半を終えたいところ、花はチーム全員での連携プレーにさらに磨きをかける、よし、松山君あらわしのようなドリブル、それ痛ましいところだ、ここだ、松山君これは一番豪快なシュートだ、これは反応しない、ゴール隅に決まった、俺だって翼やヒューガには負けない、それキープ力ならここだ、これで決める、そこそれフラノ、これは戦い方を変え、一点差での折り返し、このリードを守りきることができるのでしょうか、さあ注目の後半戦、そら小田君ここは抜かせません、ロングパスだ、それフラノ、ここで作戦を変えてきました、麦田君ロングボールを送る、正雄君激しいタックル、加藤君スライディングでカット、ここからシュートに持っていく、このボールに飛びつく、加藤君ゴールを割らせません、
パントキックで大きく蹴り出した。松山くん、それのボールをコントロール、ま、横を振り抜けた。チャージが決まった。ドリブルでボールを運ぶ。敵陣へ攻め込みます。ここは抜かせません。ここはパスを出した。それもらった。中川くん、素早くボールを通す。次々にかわしていく。横をすり抜けた。小田くん、シュート。これは見事にキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。松山くん、それロングボールを送る。ここでスルーパス。激しいタックル。それそれもらった。かわして振り切った。それ敵陣を切り裂く。小田さん、敵陣へ攻め込みます。あっと、奪い返した。ドリブルで突破。それ行くぞ。佐瀬くん、ここからロングフィードを送った。横をすり抜けた。ドリブルでボールを運ぶ。小田くん、連続突破で見せる。ここからシュートに持っていく。さあ、弾きます。フラノ、ここで作戦を変えてきました。中村くん、スルーパスを狙う。体ごとぶつかっていった。中村くん、ここで止めた。上田くん、ここは抜かせません。それ、もらったぞ。かわして振り切った。何、敵陣を切り裂く。千代田君、ボールを奪うことができません。これは飛ばされた。大丸君、これをブロックに行く。シュートの勢いも体で止めました。高田君、ボールを狙う。大くらい真正面からシュートを受け止めた。吉倉君、これはキャッチできない。大きくクリア。待って、これで決める。強烈なシュート。このボールに飛びつく。吉倉くん、これはキャッチできない。クラブ、慌てて守備に戻ります。ここでパスカット、横にかわして突破。センターラインを越えて攻め込む。ここは勝負を避けた。ここだ。中川くん、ここから打ってきた。あー、弾きます。パスを受けた。クリアでキューバをしのぎます。こぼれ球をものにした。あと、ドリブルを見送る。松山くん、勇ましい突破だ。ここは勝負を避けた。武田くん、ここはパスに切り替えた。ここで大きくサイドチェンジ。若松くん、このボールのコントロール、横にかわして突破。武田くん、ボールを狙うも届かない。松山くん、体ごとぶつかっていった。それ玉井くん、ボールを狙うも届かない。中川くん、ここはパスを出した。千代田くん、激しいタックル。花はチーム全員での連携プレーにさらに磨きをかける。おっと、攻守交代だ。逆サイドにボールを振る。それパスを受けた。佐瀬くん、パンを出す。1点差のしびれるような展開を制して勝利を手にしました。